腕立て？何ですかその罰ゲーム。
前でね、裸で男が暴れてるっていう情報がさっき入ってきたんですよ。怪しい男が。あんたじゃないの？違う違う違う。ボケるの怪しいやつだったな。お線の黄色ボケがあるから。あれ使って、ほい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 ってやったら、あっちが暴れてたっていう。ねえ、情報があったんですよ。本当に早く行った方がいいですよ。吉田誠輝とその仲間たちによる敬礼ダンス、音楽行ってみよう。前、はい、前、前、後ろ、後ろ、前、前、後ろ、後ろ、横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 、回って、はい、そう、すごい、すごいよ、ほんとすごい。あ、なんか元気出る。言われるけど、よく分かんなかったの。今みんなに教えてもらった。元気だ。こうして、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 そう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 。みんな見て、あそこに七色のかおりちゃんもいるよ。かおりちゃんいいね。太陽がいっぱい出てる。じゃあダンスの神様見せよう。よし、よし、神様、ここですよ。ダンスの神様、ここだよ。
ですから、絶対に。私はイカとタイを結びました。それは認めます、確かに。それはあんたじゃないの。それは違う、それは誰だ。お兄さん。あなたですよ、あなた、あなた。どっちだ、どっちなの。誰ですか。バナナ取ったら誰。バナナ取ったら誰です。あなたじゃないの。イカとタイは私です。わかりました。それは認めます、罪は。この代わりね、悪いね。この代わり、せっかくお客さん集まってるんですから、お客さんを楽しませたら今回は無駄。楽しませることできたらこのバナナあげよう。いいですか。私のよこれ。いいじゃないですか、ケチ。楽しませてたらじゃあ許してはあげよう。あ、本当ですか。あ、わかりました。じゃあやっちゃっていいですか。あ、いいね。得意なんでね、そういうのは。いけますよ。びっくりして目玉飛び出さないでくださいよ。いきますよね。出てくださいよ。あ、やるね。
しくないってことなのに、なぜ通れないんだ。どうなってるんだこいつの体は。はい、どこあるでしょ。目に入ったんで、やらせてください。ただいまより雪の商店街前発車前にてエリナちゃんのお誕生日会を行いたいと思います。鈍調が閉まってるっていう過程でした。あ、あるなんか、あんた入りな。紹介するから出てきてって、ね、手を振りながら皆さん、奇跡が起きました。なんと、この場にお誕生日の方を発見しました。今、駐在所に保護してます。非常に危険な状態です。誰も私のこと祝ってくれないじゃん。私が欲しいプレゼントもらってないんですけど、彼女非常に危険な状態です。今からエリナちゃんですよね、紹介しますんで、皆さん大人の対応を望みます。拍手とおめでとうという掛け声、そしてエリナちゃんが到着したらバースデーソングを歌いましょう。はい、男性は最後ハッピーバースデートゥーユーって元気を歌ってください。女子はハッピーバースデートゥーユーって上です。リハーサルなしです。いつけ本番。おじさん、最後の思い出作らせてよっかね。しっかりおさめたけ。大変なことお待たせいたしました。それでは誕生日のエリナさんの登場です。どうもどうもおめでとう、おめでとう。なんとあなたのために集まっていただきました。知らない方もいるかもしれませんけど、ね、あの遠い親戚の親戚の親戚のはとこのめとこのピヨコちゃんたちが集まってくれますから、はい、じゃあ皆さんね、歌のプレゼントございますんで、はい、ぜひ聴いていってください。一番の見どころは最後のハモリです。いっぱい練習しました。皆さんお願いしますね。チャカチャカチャカ、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエリナちゃん、いくよ。ハッピーバースデートゥーユー、いいでしょう。ありがとうございます。